カリバ湖は南部アフリカのザンベジ川中流に作られた人造湖でザンビアとジンバブエの2カ国にまたがる湖である。ザンベジ川のおよそ中間に位置し、インド洋に注ぐ河口から約1 3 0 0トル、登ったところにある。カリバ湖は1958年から1963年にかけて完成した湖の北東端に位置するカリバダムによってせき止められている。 刈箱ができたことによって、刈り場峡谷がせき止められたほか、上流に住んでいた多数のトンガ族が移住を余儀なくされた。刈箱は北東から南西方向に細長く伸びていて、長さ2 2 0トル余り、幅4 0トル余りとなっている。淡水面積は5580平方キロメートル、貯水量は185立方キロメートルであり、大石では、 世界最大、面積でも、世界で4番目に、大きな人造湖である。湖には、チェテ島やセクラ島などいくつかの島がある。なお、小惑星の狩リ場は、カリり箱にちなんで命名された。狩リ場ダムが完成し、狩り箱ができる前、元々あった植物たちは燃やされ、固定となる土地に厚い火翼度の層を形成した。この結果、狩り箱の自然環境は、恵まれたものになっている。 多くの種類の魚類が湖に放流され、特にタンガニーカ湖から土壌化のカペンタが湖に放された。カペンタは現在好調な漁業を支えている。この他にもカリバ湖の住民はナイルワニやカバを湖に投入した。現在、湖両岸に位置するザンビアとジンバブエの両国がこの自然を生かした観光産業の発展に取り組んでいる。カリバコの内ジンバブエ領内の一部は ジンバブエの公園野生生物管理システムの中でレクリエーションパークに指定されている。カリバコとカリバダムはエルロン・ハワードの SF 小説バトルフィールド・アースでおよそ300ページにわたって舞台となった。ありがとうございます。